どうも、こんにちは。タビアカヒロトです。なんだこれ なんだこれ。ちょっと思わず出てしまったんですけど、これがなぜか。はい。ということで、今日はね、ちょっとゆるい動画ということで、ちょっと夏バテ気味っていうかですね、バタバタしておりまして、ちょっとゆるい系の動画がちょっと多くなりがちなんですけども ね。はい。というわけで、暑いっすよね。暑い。もう本当、バテちゃいますよね。まあ皆さんも夏バテにちょっとお気をつけて、まあ水分もね、ちゃんと取りながら、仕事とか頑張ってください。はい。ということで、今回はですね、何をするかというと、僕、普段ね、結構いろんなものをレビューしたりとか、っていう動画やってたりするんですけど、今回はね、自分自身を、ちょっとレビューしてみようかなと思いまして。まあ、レビューというか、まあ、自分って一体どんな人間なのかっていうのをですね、ちょっと調べてみようかなと思いましてね。今流行りの MBTI 診断っていうのをご存知でしょうか？これはですね、自分のその隠れた性格みたいなものを、見つけてくれるというか、まあ、性格がね、わかるようになってるらしいです。まあ、いくつかの質問に答えるだけで、わかるらしいので、ちょっとね、初めてやってみたいと思います。僕ね、結構自己主張したりするのが苦手なんですよね。自己紹介とか。めちゃくちゃ苦手で、自分ってどういう人間なのかっていうことがね、いまいち分かってないというかね、自分のことをこう伝えるっていうのが本当に苦手なので、今回はそれを使って、自分のことをですね、ちょっとでも分かってもらえたらいいなっていうか、自分も分かりたいんですけどね。っていう、企画というか、そういう思いで、今回はね、ちょっと動画撮っていこうと思います。で、これ撮影時間がお昼時なので、ちょっと昼食でも食べながらですね、ちょっと診断受けていこうかなと思いまして、何を食べるかっていうと、これ。じゃん。辛ラーメン。これ僕食べたことないんですけど、辛くて美味しいラーメンらしいですよね。結構大食いの YouTuber さんがよく食べてらっしゃるっていうイメージあるんですけど、食べたことなかったんで、ちょっと一度食べてみようかなと思ってね、近くのコンビニに売ってたので、これを食べながら、どんな感じの味なのかね、お伝えしながら、MBTI 診断をね、やっていきたいという、ゆるい動画だよね。前回も確かラーメン食べる動画だったかな。最近食べる系多いっすね。はい、ということで、まずはですね、これね、作っていきたいと思います。はい、お湯入れてきたんで、ちょっと待ちたいと思います。4分ですかね。4分待つみたいなので、セミがね、鳴いてるんで、もしかしたら、セミの鳴き声入っているかもわからないけど、いいよね、夏っぽくてね。はい、無料性格診断テストということで、自分の性格タイプを明らかにするため、ありのままの自分で正直に回答してくださいとありますので、嘘偽りなく正直に質問に答えていくっていうことですね。で、自分の性格タイプが人生の多くの分野にどのような影響を与えるかを学びましょう。自分を知っていきましょうということですね。社会に自分がどのような影響を与えるかということ。そういうとかなりね、大きな話になりますけど 自分って何なんだろう。社会において自分とは何なのかっていうことをちょっとね、見ていくっていう感じですね。で、オプションのプレミアム教材からなりたい自分で成長できます。勉強する教材ですかね、これは。
その診断に応じたなんか教材があるということですかね。まあこれはちょっといいや、これはいいや。第1問、定期的に新しい友人を作ることを心がけていますね。これはちょっとね、ごめんなさい、いいえですね。この辺、これなんだろう、反対する程度に応じて印をつけるのかな。まあ友人ね、欲しくないというわけじゃないんですけど、まあ僕のようなそのおじさん世代になると、友達を作るっていうか、やっぱりその社会人としてのその付き合いの方がどうしても増えちゃうんですよね。うん、経済的な事情での付き合いっていうかね、まあ、ちょっとやらしいですけど、うん、まあただだから何、古い友達とかの付き合いもね、まあ、最近、まあ、あまりないというかほとんどないんですけど、まあ、たまたまね、近々古い友人と、まあ、そう会うね、約束はしてるんですけども、まあ、予定はあるんですけどね、うん、まあ、なかなかね、みんなその家庭があったりね、仕事あったりっていうことがありますので、やっぱりね、どうしても集まりにくいっていうのはありますよね、うん、まあ、だから今現状で言うと、もうこれは全然ノーですよ。こっちの方になっちゃうと思う、うん、友達を作ることを心がけるってなかなか結構難しいですよね。まあ、こっちが友人と思ってても、ね、相手の方が友人と思ってくれてないかも分かりませんからね。なので、まあこれね、ちょっともう反対ですね、僕は。うん、反対っていうか別に友達ね、いらないっていうわけじゃないんですよ。うん、ただまあそういう縁がないっていうか、うん、そうそう、定期的に新しい友達を作るっていう質問ですから、まあ、定期的に作らないんで、うん、まあ、これは反対でいいと思う。で、次、単純明快なアイデアよりも複雑で斬新なアイデアの方がワクワクする。うん、これはね、そうだと思う。僕、単純明快なアイデアってやっぱりその何、思いつきやすいでしょうしね、まあ、その思いつきやすいことを話しても、なんか、まあ、話して、まあ、誰かがこう話したりして聞いてたとしても、まあ、なんかね、あくびが出ちゃうっていうか、まあ、ちょっとね、面白みに欠けると思いますんで、まあ、これはそうだと思うんで、あ、これ真ん中もあるのか。真ん中の場合はどっちでもないということだよね。複雑で斬新なアイデアの方がワクワクする。まあ、これこっち寄りかな。あ、違う、賛成。こっち寄りですね。まあ、ただ単純なアイデアも重要だとは思うんですよね。うん、だからまあこっち寄りのこの辺、うん、ここにしとくか。はい、あ、ラーメン忘れてた。めっちゃいい匂いする、めっちゃいい匂いする。ちょっとごめんなさいね、質問の途中でね。あ、これは美味しそうだぞ、これは美味しそうだぞ。めっちゃ辛そうな匂いするけどね。こんな感じ。うん、じゃあちょっとね、ごめんなさいね、診断の途中で。あ、ちょっと眼鏡曇る。よし、じゃあいただきます。うん、うん、ちょっと伸びちゃってるちょっと伸びちゃってるか。あー、うまい。うん、うん、うん、ピリッとした刺激はありながらも、
ちゃんとなんかうまみのある辛さというかね。あ、ちょっと待って、結構結構くるな。うん、通常事実に基づいた議論よりも感情的に響くものに説得力を感じる方ですね。難しい質問だね。うん、いや、これはそうですね。事実に基づいた議論、感情的に響くものに説得力を感じる、これは感じますね。だからまあこの辺、うん、この辺にしときます。ちょっと難しいね。まあ賛成ではあるんですけどね。まあやや賛成という感じかな。じゃだなので、ここにしときます。あっつ汗かいてきた。うん、いや、まさかラーメン食べて汗だくになりながら診断やると思ってなかった。あっつい。うん、いや、結構辛い。え、次、生活と仕事のスペースは清潔で整理整頓されている、どうですか皆さん、どうですか。清潔、あの、正直ね、清潔ではないね。あの、お世辞にも清潔とは言えない。ただ整理はまあ普通かなという感じしますので、結構ね、整理整頓苦手なんですよね。なんかガサッとまとめちゃうっていうか、うん、これはここ、これはここっていう整理整頓はちょっと苦手なので、まあこれはね、正直に言うとちょっと違う。うん、この辺にしときます。この辺で、はい。え、次、大きなプレッシャーがあっても通常冷静でいられる。で、うーん、どうなんだろう、状況によるよな、これは。まあ僕基本ね、そんなに慌てるっていうことはないんですけど、まあでも状況によるかな。ちょっとわからないね、これは。うん、だから状況によるとしか、まあこっちかこっち、ここかな、これにしとくか。やや反省で。で次、人脈を広げたり見知らぬ人に自分を売り込んだりすることはとても大変なことだと感じる。え、人脈を広げたり見知らぬ人に自分を織り込んだりすることはとても大変なことだと感じる。これめっちゃ感じる。さっきも言ったんですけど、僕自己主張苦手で、自分のことをこうなんか何プレゼンするのってものすごい大変なことだと思う。これはね、もう最大に賛成です。もう僕なんか一番苦手と言ってもいいところかもわからない。だから僕その面接とかも苦手なんですよね。苦手だから、例えばオーディションとか受けろって言われても、ちょっと僕多分まあ無理かもわからんね。まあ今更オーディション受けるっていうこともないでしょうけど、まあわかりませんけどね、人生ね、まだ何があるかわからないけど、まあ、これはちょっともう賛成です。はい、ここで、はい、次へ。あー、うま、もうなんかゆるいね。ただおじさんがラーメン食いながらね、こう汗かいて
MBTI 診断を受けてる動画ゆるすぎへん。次、仕事に優先順位をつけ効率的に計画を立て、期限よりかなり前に完了させることが多い。これはちょっと苦手ですね。苦手。効率的に計画を立てるというのはちょっと苦手です。例えば夏休みの宿題とかね、学校が始まる前日によくやるということがありましたんで、まあ、それは若い時の話ですけども、まあ、今そうですね、この年になってもちょっと苦手かなこれは。まあ、その学生の頃にやったゼミじゃない、卒論とかも僕ギリギリとかで出してたんで、それはちょっと今の年になっても変わらないですね。仕事に優先、ここにしときます。はい。人々の話や感情は数値やデータよりもあなたに強く響く。うん、これはそうだと思う。この辺で、予定表やリストなどの整理、管理ツールを予定表やリストなどの整理管理ツールを使うのが好き。スケジュール表とかね、そこにまあ自分の予定を入れて、まあ予定を立てたりするということですかね。ツールを使うのが好き。いや僕ね、あんまり使わないんですよねこれ。まあ、どうしても必要にならない限りは使わないかな。まあ僕そんなにね忙しい人間っていうわけじゃないので、わざわざ予定表とかを作ってまでそのスケジュールをね調整するっていうことはまあしないので、まあこの辺ですかね。うん、あまり好きじゃない。些細なことでも間違えると自分の能力と知識全般を疑ってしまう。あ、僕若干あるかもわからない。結構ネガティブなところあるかもしれない。細かい失敗とかでも結構ねくよくよしてしまうことはある。ただ自分の能力と知識全般を疑ってしまうって、まあそんな大げさなことにはならまでにはならないけど、ちょっとあるのでここにしときます。で、自分が興味のある人のところに行って話しかけるのは簡単。興味のある人っていうのはこれは顔見知りっていうこと。まあこれ人見知りかどうかということですよね。要は僕人見知りなので、興味のある人のところ、これは何、異性とかもっていうことですかね。急に話しかけられてもっていう気はするけどね。うん、どうなんでしょうまあこれ要はナンパみたいなもんじゃないのこれ違う、異性だったらね、相手が異性だったらの場合ですけど、まあこれは反対ですね。もう苦手なんで。クリエイティブな作品のさまざまな解釈の仕方に関する議論には興味はないですね。あんまり興味ないかも。あまり興味ない、この辺で。次、行動方針を決定する際に人々の感情よりも事実を優先する。行動方針を決定する際に人々の感情よりも事実を優先する。まあ、事実を優先するっていうことなんだけど、まあ、これは僕そうですね。人にまあこう言われたとしても、まあ、事実がある以上その事実に基づいて行動するっていう人間なので、まあこれはこっちじゃないかな。うん。何の予定もなく一日を過ごすことがよくある。よくあるかな。予定、前もって何かを予定して一日を過ごすということだよね。まあ僕少ないと思うこれ。うん、予定立てるの嫌いなんで、嫌いっていうか苦手。だからこれはまあこの辺、こっち。会う人に好印象を残すかどうかはほとんど気にしない。会う人に好印象を残すかどうかはほとんど気にしない。いやー、こんな人いる？どうなんだろう。うん、
いや僕結構気にするかな。気にするよね。まあこれはもちろん見た目とかもあるでしょうしね。そのまあ何、清潔感のある格好をしてるとか、まあ中身もあるでしょうけど、いやこれはちょっとね気にするので、まあ、この辺にしますか。気にするよね。まあそうですね、僕は結構人の目が気になるのでこっちかな。チームで何かをするのが好きですね。これね僕あんまり好きじゃない。あの団体競技とか、あのあでも若い時ね結構球技とかはやってたんですけど、まあ若い時ね、今どうかって言われるとそうでもないので、まあこれで、未経験の新しいアプローチを試すことを楽しむ。未経験の新しいアプローチを試すことを楽しむ。未経験の新しいアプローチ、まあ新しいもの好きかどうかということですね。まあこれはちょっと僕好きですね。好き、だからこの辺、完全に正直であることよりも思いやりを持つことを優先しますね。完全に正直であることよりも思いやりを持つことを優先。僕若干こういう感じかもわからない。あのこういう感じっていうか、なんだろう、人にあまり反対するのは好きじゃないんですよ。ただあの何、それは表面的な感じであって、中身としては反対している時もあるんですよね。だから思いやり持ってしまうかな僕は。ちょっとだけこの辺にしときます。次、新しい経験や知識分野を積極的に追求します。新しい経験や知識分野、まあ若干あるかな。物事が悪い方向に向かうのではないかと心配しがち。ちょっとあるかな。まあこの辺、趣味やアクティビティはグループで行うよりも一人で行うものの方が楽しい。趣味やアクティビティ、まあこれはものによると思うけど、まあ例えばねえ、将棋とか麻雀とかで言えばこれ一人でできないから、だからこれはどうなんでしょう。何かによるよね。だからこれはちょっとねわからないですね。ものによるので、はい、これにしときます。わかりません。生計を立てるために架空の物語を書いているご自身を想像することは不可能ですね。生計を立てるために架空の物語を、何、その経済的にちょっとまあ余裕を持つために、その自分のストーリーがあるかどうかということね。自分を想像することは不可能。まあ今のところ不可能かな今のところ不可能かな。まあ、もうちょっと YouTube のね、あの登録者さんが増えてくれたら、まあこうね、あの想像できるかもわからないけど、まあ、今のところはちょっと不可能かな。まあ、この辺にしときますね。あの完全に不可能とは思いたくないので、まあ、ちょっと見栄を張ってこの辺にしときます。ラーメン食ってね。汗がやばい、汗が。熱っ。はい。ということで、ごちそうさまでした。食べ終わりましたので、テスト集中してやっていきましょう。感情的な面を多少無視してでも効率的な決断を好みますね。好みますね。まあ感情に流されずにっていうことですね。
これはそうだと思う。なので、まあ、この辺、やらなければいけないことをしてからリラックスするのが好き。あ、これはあるかもわからない。あ、宿題とか後回しにしちゃうって言っちゃったからね、さっき。まあ、ただ今はね、例えばやらなければいけない仕事とかがあったら、僕先に やる方が好きなので、まあ後から楽したいっていうのはあるね。だからこの辺にしときます。はい、次。意見の相違がある場合、他人の感情を守ることよりも自分の意見を証明することを優先しますね。いや、これはね、無理ですね。だから自分の意見を主張するのが苦手です。苦手なので、まあ、これですね。社交の場では大抵最初に他の人が自己紹介するのを待つ。社交の場では大抵、最初に他の人が自己紹介するのを待つ。これ待つね。待つ。いきなり自分からこうね、自己紹介するっていうのは苦手なので、まあ、こっち。とても急に機嫌が変わることがある。いや、僕ね、全然変わらないですね。全然ってことはないけどあまり変わらない。うん、まあ、あまり変わらないですね。なんか、まあ、一定っていうことはないけどね、さすがに。もちろんね、腹立ったりすることもあるけど、とても急に機嫌が変わるということはないですね。うん、ない。あまりない。感情的な議論には簡単に動かされませんね。感情的な議論には簡単に動かされませんね。うん、これね、動かないね、僕。動かない。動かないですね。なんか、言葉って結局こう聞くだけなので、もうこれ議論の話だよね。言葉ってやっぱり耳に何聞くだけなので、こう見ないわけじゃないですか、その実際に行われているところが。だから、まあ、耳でその、まあ、話とかをね聞いただけだと、僕はなんか信じないというかね。うん、簡単にはまあ動きませんね。うん、動かざることなので、まあ、こっち。ギリギリのタイミングで最後にやっと何かを行うことが多い。ギリギリのタイミングで最後にやっと何かを行うことが多い。何かって何？何か？ギリギリのタイミングで、ギリギリのタイミングで何かって何よ。いや、これはどうなんだろうな。何かによるよね。まあ反対、うん、まあ、ギリギリはあんまり好きじゃないんですけど、ただね、僕朝が弱いんで、まあ、例えばあの出勤ね、結構なんかギリギリな場合が多かったりするんですけどうん、朝以外はまあ大丈夫。朝はちょっとまあ苦手なんで、まあ、この辺にしておきますね。はい。で、論理的なジレンマについて議論するのが好き。論理的なジレンマについて議論するのが好き。僕議論苦手なんでね、やっぱり、まあ、主張するの苦手なので、まあこっちですかね。うん、はい、次。これで 50% ってことは半分ですかね。うん。で、一人でいるより人と一緒にする、一人でいるより人と一緒にいる方が好き。いや、僕一人が好きですね。あの、買い物とかもね、一人で結構行きますね。うん。誰かと行っちゃうと、その、何？
ね、自分のものばっかり見るっていうわけにはいかないので、まあ一人が好きかな。まあゲームやるのも一人だし、そうだね、一人が好きですね僕は。なのでまあこの辺で、はい。議論がとても理論的になると退屈に感じたり興味を失ったりしますね。議論がとても理論的になると退屈に感じたり興味を失ったりしますね。これはある。これはある。うん。なんだろうな。まあ相手のそのね、話の仕方とかにもよると思うんですけど、まあ、理論とかをねこうダーって話されても、じゃあそれは一体何なのっていうね感じですよ。まあ要は結論だけ述べてくれればねまあ中身はなんかあまり興味ないというか、うん、まあこれはちょっと退屈に感じますね僕は、うん、だからこっち何トーク力とかにもよりますけどね、まあ、僕はトーク力は全然ないんでね本当に、うん、だからなんかこう話だけでねこう相手をこうなんか聞き入らせるっていうことがねできる人って本当に尊敬しますね。はい、興味失います。ここ事実と感情が、相反する場合、大抵は、ご自身の心に従いますね。事実と感情が相反する場合、大抵はご自身の心に従いますね。ああ、まあ事実はこうなんだけど、まあそれをちょっと何？受け止めたくないので、なんか違う方向に行っちゃうってこと？うん、これは違うかな。やっぱり事実重視で考える方かな、うん、こっちで、仕事や勉強のスケジュールを一定に保つことが難しいと思う。仕事や勉強のスケジュールを一定に保つことが難しいと思う。なんかルーティーンみたいなものかな。まあ勉強はもうねこの年になるとあんまりまあするか、でも日々勉強かね、日々勉強ですよね。だからこういう YouTube の動画作ったりするのも勉強ですしね、うん、ただ一定に保つっていうのはちょっと難しいかな。うん、一定に保っちゃうとなんか逆に退屈しちゃうっていうか、まあちょっとだけ賛成より、うん、賛成より。で、一度決めたらその決断を疑うことはほとんどない。一度決めたらその決断を疑うことはほとんどない。難しいなぁ。一度決めたらその決断を疑うことはほとんどない。いや、そんなことないかなぁ。結構優柔、まあこれだから優柔不断かどうかということだよね。まあ、ちょっと優柔不断かもわからない。いやや。うん、友達から活発で社交的であると言われますね。これ全然言われないいやまあどう思われてるかちょっとわからないですけどね。まあそうですね、まあ、さっきも言ったんですけど友達、まあ、あまりいないんで社交的であるとか全然言われたことないですね。ない。言われないので、これも全然ないので、大いに反対これにしますか。いや、こんなんで YouTube よくできてるよね、僕。まあ、できてるかどうかちょっとわからないけど、うん。社交的ではないです。はい。60% ですね。文章を書くなど、様々な創造的表現に惹かれる。文章苦手。文章は苦手ですね。作文とかも苦手だったし、あともちろん卒論とかも本当にね、いやよく書けたなっていう感じですので、
うん、だからまあこれは本を読むのも苦手だし僕、うん、だから文字がねちょっと苦手に文字苦手なので、まあこの辺で、通常感情的な印象よりも客観的な事実に基づいて選択しますね。いやーでも なんだろうあまり人に流されるってことはないので、これは反対かな。いやーちょっとちょっとわかんないな、これ感情的な印象よりも、いやあまり深く考えたらダメなんだよね、なんかね、あんまり深く考えずに、まあ、この辺にしときます。日々のやることリスト、トゥードゥリストを作ることが好きですね。これめっちゃ嫌いこれ大嫌い。なんかこういうことをやってる人ってまあすごいんでしょうけど、いやこれはちょっと僕は無理ですね。なんか逆に面白みがなくなるっていうか、例えばその旅行に行ったりするっていう時も、なんだろう、僕全然計画立てたりしないんですよね。うん、なんか行くがままっていうか、なのでもう全然、好きじゃないので、これはもう反対ですね。これまあなんだろう、でもよっぽどねそのキャリアのある方とかだったら、まあ、こういうもの必要なのかもわからないんですけど、まあ現状の僕は、まあ、全然必要 なかったりするんで、まあこれは反対ですね。で不安はほとんど感じない。いやめっちゃ感じます、めっちゃ、まあここにしときます。まあ感じるね、まあ、一般程度に感じる電話はかけないようにしている。あーこれあんまりかけないですね僕。まあ最近はね LINE とかがねえもあるし、まあ、最近はね、まあ、ほとんど LINE ですもんね、連絡手段って。だからまあ電話はかけないかな、よっぽどの事情がない限り。うん、馴染みのないアイデアや視点を探求することを楽しんでいますね。あ、これはねちょっとあるかもわからない。だからまあこういう YouTube の動画作ったりするのも、まあ、いわゆるアイデアですからね、まあ、こうそういうことを探求することを楽しんでますね、まあ、だから YouTube やれてるっていうのもありますし、まあ、ここで、はい、次、初対面の人とも簡単に接することができますね。これはダメですね、もうさっきも言ったんですけど人見知りなので、まあ、ここで、計画が途中で中断された場合、最も重要なのはできる限り迅速に再び軌道に乗せることですね。ん？計画が途中で中断された場合、うん、いやこれはそうじゃない？まあこれ重要だと思うのでここにします。ずっと前に自分がした間違いをまだ気にしている。気にしてるね、うん、気にしてる。なんかね結構覚えてるんですよね、細かい間違いとかでも。うん、だからこれ結構気にしちゃうかも。だからここにします。うん、だからなんか事実とかを優先しちゃうのかな僕は。うん、将来的な世界動向の理論を議論することにはあまり興味を持つことはないですね。世界動向の理論を議論する、いやこれはね興味持たないっていうか、も何持ったところでっていう話なんですね。僕がね世界動向の理論、ね、に興味持ったところでじゃあ世界動かせんのって言われると、まあ、全然そんなことないでしょうしね。まあ興味ないかな、これ全然興味ないと言っても過言ではないかもしれない。なんか、うん、自分のことで精一杯ことで精一杯っていうか自分を動かすことでも精一杯なのでね、日々なので、
まあ、そんな僕が世界同行のね、理論に興味持ったところでっていう話なので、まあ、これはちょっと大いに賛成です。まあダメですよ。興味持たないとダメなんでしょうけど、ね、ダメなんでしょうけど、まあ、ちょっとはね、興味持つようにします。ニュースとか見てね。はい。感情をコントロールするのではなく、感情にコントロールされている。感情をコントロールするのではなく、感情にコントロールされている。これもちょっと難しいね。僕なんか感情という感情がね、あまりなんかないっていうわけではないんだけど、なんだろうな。僕はコントロールする方なのか、コントロールしてその感情を抑えているっていうことなのかな。だから僕はね、どっちかというと感情をコントロールしている方なので、コントロールされているというわけではないんですよね。だからこっちか、反対の方ですね、こっち、うん、はい。次行きましょう。意思決定をする際は、最も論理的で効率的な方法よりも影響を受ける人たちがどう感じるかを重視しますね。意思決定をする際は、最も論理的で効率的な方法よりも影響を受ける人たちがどう感じるかを重視しますね。むずいよこれ、むずいよ。いや、意味があまり理解できない。最も論理的で効率的な方法よりも影響を受ける人たちがどう感じるかを重視しますね。まあ、例えば道が2つあって、こっちが近道、こっちが遠回りっていう道があったとして、まあ、普通だったら近道を行きたいんだけど、まあ、近道を行っちゃうと何かこう危険なものがあったりとかで、まあ、通りにくいっていう話ですかね。ちょっと違う。ただあんまりね、効率的は僕あまり求めないんですよね。効率性っていうか、効率性を求めちゃうとなんかね、面白みがないっていうか、そういう人間なので、これ重視するかも。僕なんとなくこの質問の意味が分かったような気がする。効率性重視するとやっぱりね、ちょっとつまんないんですよね。なんか論理とか効率っていう言葉は僕あまり好きじゃないので、まあこっちかな。うん、言ってもやっぱりね、やるのは、実際にやるのは人ですから。なのでこれ、はい。仕事のスタイルはきちんと、着実に努力するではなく、自然発生するエネルギー爆発の連続に近い。なんだろうな、自然発生する爆発の連続、ちょっとねニュアンス分かりにくいけど、まあこれはね、なんかまあもちろん努力も大事だと思うけど、そのなんか人間的な、その何、欲求というのっていう意味かな、これ。なのでまあちょっとだけ賛成にしときます。まあ、正直ね、あんまりなんか意味分かってないけど、ただきちんと着実に努力するだけではやっぱりダメなんですよ、仕事は。うん、ダメだと思う。なのでまあちょっと賛成に。誰かに高く評価されると、その人が自分に落胆するのにどれくらい時間がかかるか考えてしまう。誰かに高く評価されると、自分が、その人が、自分に落胆するのにどれくらい時間がかかるか考えてしまう。ああ、なるほどね。時間考えてもしょうがないでしょ。だってこれ、もう反対する。はい。ほぼいつも単独で作業する仕事に就くことを望んでいますね。ほぼいつも単独で作業する仕事に就くことを望んでいますね。これはね、ちょっとだけあるね、僕。単独で作業する仕事の方が、向いてるっていうわけじゃないけど、好きですね。まあ、こういう、だから動画制作とかも、まあ、単独ですから、
まあ、こういうことをやってるとこ時がやっぱり一番好きなので、これ望んでるのかな、うん、賛成。抽象的な哲学的問題についてじっくり考えるのは時間の無駄だと思う。抽象的な哲学的問題についてじっくり考えるのは時間の無駄だと思う。まあ無駄だとは思わないけどね。考えない。うん。考えないっていうか分からない。これなのでちょっと分からないですね。静かな隠れ家のような場所より、人がたくさんいて賑やかな雰囲気の方が好きですね。人混み苦手っすね。うん、苦手。若い時はね、そうでもなかったんですけどね。まあ今となると、まあやっぱり年齢的なあれもあるのかな。まあ静かな方が好きですね。なのでこれは反対の方でいいのかな。まあ人がたくさんいるとね、やっぱりなんか人目ちょっと気にしちゃうところがあるので、まあこの辺。ある決断がご自身にとって正しいと感じれば、それ以上の証拠を必要とせずに行動することが多いですね。うん、これはそうですね。僕は賛成の方で。はい、次。プレッシャーで押しつぶされそうだとよく感じる。いや、これはあまり感じないかな。日々そんなになんか、プレッシャー感じるようなこと、あまりないかな。まあ、ちょっと寂しいけどね。よく感じる。これは感じないので、この辺か。こっち。いずれかのステップを省くことなく、順序を追って、念入りに行う方ですね。順序を追うのは苦手ですね。順序を追って念入りに行う。反対なので、この辺。具体的な手順を踏むよりも、創造的な解決策を考える必要がある仕事を好む。具体的な手順を踏むよりも、創造的な解決策を考えす、必要がある仕事を好む。これあくまで仕事の話ですよね。仕事ってでも手順あるからね、やっぱり。仕事の話でしょ、これ。自分の趣味とかの話っていうわけじゃないよね。あくまで仕事の場合だったらもう手順踏む方がいいかな。うん。なんか変にね、違うことして失敗しちゃったりするとっていうこともあるので、これはまあちょっと反対するの方で。選択をする際は論理的な、推論よりも感情的な直感に頼る傾向がありますね。選択をする際は論理的な推論よりも感情的な直感に頼る傾向がある。論理的な推論だから論理苦手なんだよな。感情的な直感、これはでも何だろうな、何を選択するかによるよねまあただ僕は感情的に、感情にはあまり流されないので、どっちだ、感情的な直感に耐える傾向がある。だから こっちの方か、この辺かな。で、締め切りを守るのが苦手。締め切りを守るのが苦手。これは別に苦手っていうわけじゃないけどね。まあ締め切りまでのその期間とかにもよるけど、苦手ではないね別に。まあこの辺。物事はうまくいくだろうと自信がある。物事はうまくいくだろうと自信がある。もう全然ない、これ全然ないです。ここ、あ、もう結果出る。あなたの性別、オプション、これにより結果画面のアバターが決定されます。性別を選択してください。僕男性なので男性で、もう結果出るかな。行きましょうか、行きましょうか。冒険家なんだ。へえ。ああ、でも言われてみればそうかもわかんない。うん。エネルギー、78% 内向型。
まあ、内向だよね、うん、外向ではない絶対。え、内向型の人たちは有意義で深みのある交流を好む上、交流の機会は比較的少なくても満足します。落ち着いた環境に惹かれる傾向にあります。いや、これは当たってるね。え、意識 58% 観察、42% が直感型、58% が観察。観察の人たちは現実的で、今起こっていることや起こる可能性がとても高いことに集中する傾向があります。うん、これはそうだと思う。うん、何その非現実的っていうか、自分にねあまりあの関わりないところはあまりねその集中しないっていうか、うん、まあそういうところあると思う。これ当たってると思うね。え、次、気質 55% 感情型。感情型の人たちは、感情表現や感受性を大切にし、共感力や連携、社会の調和を重視します。これも当たってると思う。僕あの調和とか本当になんか大事だと思う方なので、このやっぱり調和性っていうのがなくなっちゃうとね、ダメだと思うんですよ。なのでこれはまあ当たってるかな。うん、まあこれがあのいいっていいかどうかちょっと別にしてね、うん、まあ、僕はそうですね。え、次、戦術 61% 探索型、まあ、計画よりは探索型ということ、探求型の人たちはアドリブで何かをしたり、さまざまな機会に対応したりするのがとても得意です。社会規範にとらわれず柔軟な考えを持ち、安定より目新しさを大事にします。当たってるよこれ。当たってる当たってる。アドリブ結構好きですね。うん、アドリブ好き。さまざまな機会に対応したりするのがとても得意です。うん、まあ柔軟性があるということですかね。はい、まあ当たってるんじゃないかな。アイデンティティ 57% 激動型、43% が自己主張型で、57% 激動型、まあ、自己主張は苦手ですね。自意識が強く、ストレスに敏感、自分の感情に切迫感を感じます。完璧主義な上に成功願望があり、自己顕微に、精力的な傾向があります。あ、完璧主義なのかな。確かになんか失敗したりしたら結構落ち込むんで、まあ合ってるかもね。はい、次、性格がいいように映る前に結果をあなたのメールアドレスに送りましょうか。いや、これはいいですねこれはやめときます。はい、ということでね、僕はなんか冒険家らしいです。まあ、あの冒険家ですよ。人生冒険です。で、冒険家、一日の中で私は変化する。起きた時の私と寝る時の私は確実に違う人間だ。なるほど。ちょっと待って、これなんかこれなんか鳥肌立ったんだけど、起きた時の私と寝る時の私は確実に違う人間だ。まあ、朝起きて夜眠る頃にはなんか人生変わってるっていうことですかね。もうなんか冒険ですよ人生やっぱりね。すごいこと書いてるなこれ。冒険家にとって人生は自己表現のためのキャンバスで、服装から自分の時間の使い方まで冒険家の生き様は個性を鮮やかに反映するものです。個性があるっていうことなのかな。これは どうなんでしょう。なんか誇りに思っていいのかなどうなんでしょうね。誰にも批判されずに、みんなが自分の生き方を決められる、決められる世界を冒険家を望みます。
うん、言われてみれば調和を保ちながら生きる、一人きりの時間を作らなければ冒険家は外的環境に対応するばかりで日々の生活の波に揉まれてしまい、自分のやり方で物事を進められなくなり自分を見失ってしまいます。いや一人の時間大事、うん、大事、うん、もう一日なんか半分ぐらい一人の時間でもいいかも、うん、もうそれぐらい一人大事だと思ってます。ってな感じですかね。まあ外向型よりは内向型ですね。これはもうあのその通りですね、当たってると思う。直感型観察、まあ観察と、で思考型感情型、まあ感情型で、計画型探索型でいうとまあ探索型と、うん、まあ計画立てるの苦手ですから。で、自己主張型激動型とあって、まあ激動の方と、まあ自己主張苦手ですからね。ということで、こんな感じになりました。いや当たってるんじゃないかな、うん、当たってると思う。はい、ということで、私の今回の診断結果は冒険家ということで、いやこの結果が出た瞬間なんかね嬉しかったですね、うん、あ冒険家なんだと思って。はい、まあ皆さんもですね、まあ、自分自身を見つめ直すっていう意味でもですね、まあ、こういう、診断のものがありますので一度ね試されてみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。動画の方良かったと思われましたら高評価チャンネル登録なんかも、していただけますと、嬉しいですので、よろしくお願いします。はい、ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。